はい、ヤマハのミキサーを買いました。型番は MW8CX。 はい、 J チャンネルです。これはですね、卓録用とあとは、ライブ配信なんかにね、使いたいと思って、買いました。ミキサーと USB もつなげられるということと、エフェクターがついてるんですよね。なので、まあ、結構、使い勝手がいいんじゃないかなと思って、であとはキューベースっていうソフトがついてるんですが、僕は一応ソナーを使ってるんですけどね、まあキューベースも使ってみたいなと思って、これをちょっと買ってみました。それではちょっと開封してみます。 AC アダプターでか。はい、説明書。はい、本体と USB ケーブルとソフトですね、これだけです。はい、じゃん、出てきました。はい、ここはこうですね。思ったよりそんなにでかくないね。これが A4 の用紙だから、こんな感じかな。うん、そんなに大きくないですね。ね、まあ8チャンネルだからね。